タケプロン o d 3 0リグラムランソプラゾールは、武田薬品工業が開発した遺産の酸性を抑制するプロトンポンプ阻害薬の一つ。世界中の多くの企業で生産されており、種々の商品名がある。アメリカ食品医薬品局は、1995年にランソプラゾールを最初に認可した。日本で初めて上司された商品名はタケヘプロン。あとに、 抗発医薬品も多数販売されている。ヘリコバクターピロリ除菌にも有用で、日本では一時、除菌、二次除菌に認可されている。胃潰瘍、十二指腸潰瘍のほか、日本では逆流性食道炎にも認可されている。経口摂取可能な場合は内服薬を使用するが、経口投与不可能な出血を伴う、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、急性ストレス科用及び、 急性胃粘膜病変に対しては、点滴常中用製剤を用いる。主な副作用として、発疹、かゆみ、便秘、下痢、硬活、腹部傍慢感、頭痛、眠気、発熱、女性化乳房、味覚異常などが報告されている。なお長期投与での安全性は確認されていない。その他の重篤な副作用として、アナフィラキシー、ショック、半血球減少。 無下流球症、下流球減少、貧血、血小板減少、肝機能障害、中毒性表皮へ死傷、皮膚粘膜癌症候群、間質性肺炎などがある。ありがとうございます。